今日もね、松阪市の山の中をさまよっております、はい。今日はですね、こちらのベルシです。はい。やはりね、一応見た目がアドベンチャーバイクなんでね、こういったね、山がこう自然が似合いますね無理やりだけど、まあ、なぜこんな近場をね、ちょっと最近ベルシスで走ることが多くなってるんですけどもね、まあ、ちょっとなぜかというところをね、今日は皆さんにね、お話ししたいと思うんですけれども、まあ実はですね、最近まあベルシスにですね、ある異変を見つけました。はい。これなんで見つけたかというと、まあ、空波の場合はね、以前からよく皆さんに言ってますが、乗る前の10分、乗った後の5分というね、掃除のメンテをしてるんです。まあ、当然掃除のメンテプラス、運行前点検というのを、兼ねてるわけなんですけれどもね。で、空波はですね、なぜ、このベルシスもそうなんですけども、センタースタンドを、まあ、欲しがるか。はい、やっぱりね、運行前点検のためなんですよ。これ運行前点検なの前点検なの、ちょっとよくわかんないけど、はい。要するに乗る前にね、まあ、自分のねバイクを点検するっていう行為ですよね。それをやるためにはね、やっぱり、ね、センタースタンドが欲しいんですよ。なぜかというと、タイヤの表面のチェックをしやすいからなんですね、センタースタンドがあると。はい。で、まあ、いつものようにですね、乗る前に、ベルシスをねセンタースタンドで立てて、後輪のタイヤをね一回りぐるっとこうチェックします。はい。まだ当然ですけど、僕のベルシスはですね、タイヤの山もあるし、問題はその山っていうところを見るっていうのもあるんですけどもね、まあ、なんか異物がこうついてないかとかね、刺さってないかとかっていうのをざっと見るんですが、見つけてしまいました見つけてしまいましてですね。で、その、まあ、釘が刺さってたわけなんですけどね。で、その釘がえれー長くてですね、まあ、幸い角度、進入角度がですね、こう指で触ってこうそのね、ものがこうここに通ってるなっていうのが分かる程度のこうトレッドの浅い部分に刺さってるというふうに思われたので、今ですね、様子を見てます。はい。空気ここ、3日4日では抜けがないので、あと1ヶ月ですね、次1ヶ月間乗って、まあ、いつもだいたい10キロ弱ぐらいは抜けるんですけども、それよりもね早いペースで、空気が抜けてないかを1回ちょっと確かめてからね遠出をしようと、思っております。はい。ですのでね、皆さんね、やはりね運行前点検はね絶対やってくださいね。まあ、これはね本当にそう思います。今日はね、そんなこんなでですね、まあ、唯一今、空波が持ってるバイクでですね、センタースタンドがついてないバイクというのもあります。はい。それについてもねちょっと話をしていきたいなと思います。はい。ということでね、はい、このベルシスなんですけれども、最近ちょっとね遠くへは行けておりません。はい。まあ、とはいうのはね、先ほども言いましたけれども、乗る前のね点検で、まあ、釘がね、はい、タイヤに刺さっていたのをね、見つけました。はい。初めはね、まあ、枠木なのかちょっとよくわかんないですよ。まあ、物がちょっと刺さってて、でこう刺さってるね方向を注意深くですね、こう指でこうなぞって見たところですね、まあ、幸いですね、非常に浅い部分をこうトレッドのね浅い部分をこう通過してるなっていうのが、ゴムの表面をね触るとその釘がね、こう感じることができましたので、まあ、これならね、抜いてみようかなというふうにね、思って抜きました。まあね、チューブレスタイヤの場合はね、まあ、うかつに抜くとねそのまま貫通してるとね、こう空気がプシューって抜け始めますからね、自走できなくなりますのでね、まあ、うかつに抜くべきではないんですけれどもね、入ってる方向からしてですね、まあ、これ大丈夫だろうと思ってね、抜いちゃいました。はい。抜いたらですね、あらびっくりですよ。もうめちゃめちゃ長いんで、めちゃめちゃ細い、なんだこれって思うようなね釘でした。まあ、あれ枠木なのかな、洋釘がこうなんていうのかな、こう擦り切れてあんだけ細くなったのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、ちょっと得体の知れない、えらいどえらい長いものがですね、僕のこのベルシスのタイヤに刺さっていたんですね。で、まあね、前々からこれは空波よく言っていることですけれども、乗る前の10分、そして乗った後の5分、まあ、これは僕必
ずですねオートバイのこう掃除をね、するようにしてます。まあ当然ですけれども通勤に使ってるようなXソースっていうのは毎日はちょっとそれはしんどいんで、掃除はしてないんですよね。まあXソースの場合はタイヤのチェック、まあ、ブレーキ、灯火類、ですね、保安部品、その辺をこうチェックした上で、オートバイの周りをね、二回りぐらいぐるぐるっと回って、うん、よし、違和感ないなということで、毎朝ね出ることにしてます。で帰ってきてからも自分のバイクをね、こうぐるっと見渡して、こうまあ、シートをかけるということをしてます。まあ何日かに1回は当然掃除もしますよ。はい、掃除もしてますけれども、そうしないとちょっと綺麗に保てませんのでね、ただ毎日はしてません。まあただやっぱりこのベルシスとか V7 とかね、まあ、GSR とか主に休みの日に、ちょっと遠くに乗りに行くっていうようなバイクは、必ず乗る前の10分間バイクを掃除します。で掃除をするっていうことがですね、一番その自分のバイクのね、おかしな点、を異常な部分っていうのを見つけることができるんですよ。この掃除をするっていう行為がね、まあ、過去に空波もたくさんのいろいろな、ね、事象を見つけてきましたけれども、まあ、今回もね、見つけてしまったわけです。で、その後ですね、まあ、空気がね、空気圧を測ってみて、抜けてなかったんでね、でその数日後も1回測ったんですが抜けてませんでした。まあ、あとは1ヶ月にね1回毎月このベルスは空気圧点検をしますので、その時にまあいつも以上に抜けていないかどうかのね確認をするまでは、ちょっと遠くにね、出るのはやめておこうということでね、最近今月に入って、ベルシスはかわいそうにね遠くには出かけさせてもらっていません。でこの地元のねまあ普段で言うとね、V7 ですとか GSR が担ってる、まあ短い、まあ、半日ツーリングみたいなのをねベルシスがやらされてるっていう、ちょっとかわいそうだね。はい、かわいそうな状況なんですけれども、まあそうしてちょっと安心してからじゃないとね、やはりねちょっと遠くには行きにくいなというような、まあ、状況です。はい、ですのでね、本当にね、皆さんにもね一つこれ前にも、まあ、過去にも何回か言ってきたかもしれませんけれども、まあ、掃除しろとは言わないです。乗る前にね、なかなかこう皆さんもツーリング行く前にね、なかなかこう時間をかけてね10分っていう、まあ、1分も惜しいっていう方もいらっしゃいますよね。一刻も早く家から、出てね遊びに行きたいっていう気持ちはすごくわかるので、掃除をしろとは言わないんですけど、やっぱり乗る前に、その自分のバイクをね最低でも2周ぐらいは、ぐるっとじーっと見ながらね、おかしな点はないかっていうところだけ確認してから、これ乗り出していただきたいなというふうにだけはねこれはお願いしたいんですよね。で過去にもですね、空波もそれで見つけた本当になんていうのかな、自分のバイクの不具合っていうのは、結構たくさんありますよ。中にはそのまま乗っていたら本当に危なかったなって思うようなことも結構あります。もう本当に軽いもの、比較的軽いもので言うとね、まあ灯火類のランプ切れですとかね、まあそういうのも危ないですよね。まあブレーキランプが例えば切れていたりとかってね言うしたら危ないし、まあヘッドランプなんていうのはもう持ってのほかですしね。はい、そういったようなこともありますし、そうですね、あとはブレーキフルード、まあフロントブレーキフルードが漏れていたとかね、そのまま乗ってたらもう大変ですよね。金属の腐食性もありますからね、飛び散っていたらね、でしまいにはブレーキも効かなくなったなんていうことになったらやっぱりえらいことですから、そういったようなことにも気づきましたしね。あと前には過去にはサンキューマルデュークみたいにね、まあ、そもそもブレーキフルードの蓋が飛んでいたとかねと思って蓋が飛んでて、しかもそのなんブレーキフルードがもう3分の1ぐらいに減ってるんだよねそういうのも見つけましたし、まあそういったようなある意味こう整備上のね、問題点ということも見つけられるんですけれども、まあそれ以外にもねやっぱり、僕ね一回ね本当にゾーッとしたことがあったんですよ。まあこれは、過去にねずいぶん昔ですけども YBR で、こう通勤をしていた時の話なんですが、通勤をしていた時にね、まあ、昼間働いてね夜帰る時に、僕はその YBR のね周りを2回ぐらい、こう回ってね違和感がないかっていうのをこう自分の車両に対してチェックをしてたんですよ。したらどうにも違和感があるんですよ。何か違和感があるおかしいなと思って、よくもう1回見てみたらですね、何かバイクの真ん中のあたりから棒のようなものが飛び出していたんですね。
はい、突き出していたんです。で、あれこれなんだろうと思って、触ってみたらですね、その時僕ねゾッとしましたね。はい、それは何だったかというとですね、スイングアームとフレームを、まあ、止めてあるシャフトだったんですよ。うん、まあ通常ですけどもシャフトっていうのは片側からね、まあ、ボルトを通して片側でナットで締まっているんですね、YBR の場合は。まあ普通のね、走行で規定トルクで締めたものが、そこで外れるなんていうことはまずまずないですよ。まずまずないんで、しかもそれだけ大きなね金属のものが走行中に外れて飛んでいったらおそらく気づくと思うんですね、音がして。はい、でもそういったような記憶がないんですけれども、その、まあ、シャフトを止めてある、ナットが外されて、ナットはなかったです。はい、で、そのスイングアームとねフレームを止めてるそのシャフトもね、こうかなりこう抜かれてたんですよ。抜かれ気味にもうちょっと外は、まあ、したら片側が外れるような感じですね。そこまでこうちょっとこう引き抜かれていたんですよね。こういういたずらもされるんですよ。でやっぱり車っていうのはそのエンジンの部分ってやっぱりボンネットの中にあるしね、まあ、いたずらしにくい部分っていうのはあると思うんですが、オートバイっていうのはやっぱりそうはいかないですよね。比較的簡単に触れちゃいます。ですので、僕の友人が過去にされたいたずらでもう本当に僕許せないなと思ったいたずらはね、このアクセルワイヤーのこの、まあ、元のエンジンの方の部分ですね、そこに物が挟まれて、まあ、強力な、ね、ガムテープで全開の状態で、ね、固定されてたっていういたずらがありました。これはね絶対許せないよね。もしこうその上でねこう気づかずにエンジンかけて例えば一速に入れられてたらどうなるかって話でしょ。こういうこともね一応されるんだと、命に関わるようないたずらですよね。でしかもそういう、まあ、かなりこうね大きな工具を持ってしないと、僕のね、まあ、シャフトなんていうのは、こうナットかなり大きなあの口径ですからね、それを持って回さないと、しかも両側で押さえて回さないといけませんから、比較的大きな工具を持っていたずらしないとできないことだと思うんですよね。そこまでしてそういうことをやるかという人が、まあ、世の中ではちょっとこう想像のね及ばないようないたずらをする人もいるっていうことですよね。でしかもそれが走行中にですよ、そのシャフトがもし仮に抜けたらですよ、これはやっぱりねちょっと想像するとねゾッとしますね。はい、まあ、そういったようなことも、過去には僕はありましたので、本当にこのね、運行前点検っていうのはですね、欠かさずに僕はやっています。まあ、自分の命を守るためにで、まあ、なんていうのかな、皆さん先ほども言いましたけどもね、休みの日に、1分1秒でも早くね家から飛び出して、ね、遊びに行きたいという気持ちはわかるんですけれども、バイクに乗るときにですねこうエンジンをかけたりだとか、そういったようなことと同じようなその一つのねルーチンワークとして、出発前のこうなんていうのかな、まあ、自然にこうそれができるような形で埋め込んでおけば、大してね苦にはならないです、この、まあ、点検というのは。ですのでこれに関してはですね、もう本当ぜひぜひぜひですね皆さんにも、必ずやっていただいてから、乗り出してほしいなっていうふうに思います。でやっぱり盲点になりやすいのが家から出るときだけ、点検をすれば、いいのかという話なんですけども、やっぱりそうではないんですよね。僕の先ほどの、通勤中にね、まあ、仕事を昼間働いて夜乗って帰るときにそういったようなことをされていたっていうことも中にはありますので、やはりこう例えば、まあ、サービスエリアとかね、そういったまあ、道の駅とかで、まあ、飯食ったりするっていうか、まあ、目の届くような場所でね、1時間とか2時間とかっていう形でバイクから離れるっていう時には、まあ、いちいちはいいかなと思うんですけれども、やはり、まあ、半日ぐらいとかね、こうバイクから離れてっていう時にはやっぱり、もう一段ね、またリセットして家から、バイクに乗って出るようなつもりでね、こうバイクの周りを2周ぐらいしてねじっくり、こう見ていただいてからこう出発をしていただきたいなと、いうことをですね本当に改めて、今日思っていました。でそうですね、あとは空波のね今持ってる持ちバイクの中で言いますとね、今現在このベルシス、はい、これもセンタースタンドついてなかったんでね、センタースタンドつけました。で GSR もともとついてます。でエクソースももともとついてます。であとは V7 なんですよねV7 もつけたくなりました。はい、今回も、その場所によってはねこのベルシス、まあ、いつも運行前点検の時にはセンター
ースタンドを上げてね、タイヤをくるっとこう一周回してね、異常がないか見るんですけどもね、やはり V7 はセンタースタンドが今ついてないので、今見えてる部分ですよね、あのそこだけこう見るような形になってるんですよね。ですのでこうなんていうのかな、内側の方とかあと地面に接してる部分っていうのは実は見えてなかったり、しますよね。でそういったようなことも、含めて、V7 はね、なぜセンタースタンドをつけなかったかっていうと、チェーンのメンテナンスがないからなんですよねシャフトドライブだからね、これいらねえだろうと思ってつけなかったんですけど、やっぱりですね、改めてこういうことが起きると V7 もセンタースタンドつけておいた方がいいかなというふうにね、思いました、皆さんにあの全部センタースタンドつけろよって言ってる話じゃないですよ。はい、ですのでね、皆さんもぜひね、本当にその乗る前に2周自分のバイクを見て、違和感がないかっていうのをチェックするだけでもですね、これ相当違うと思いますので、ぜひね、皆さんよかったらやってみてください。はい、ということでね、今日は僕の、ベルシュにね、くっそ長い、釘が刺さってましたと、いうようなお話でした。